誰も答えたくないであろう質問見て文句を言うのは違うと思うからな。自分のキャラが最近よく分かんなくなってきた。青木かのんさんの年収は？双子の弟は体に異変を感じ始めたんですよ。誘おうと思ったんですかって聞きたいですね。もらってますよ。一人二役でみたいな、なんか寒いよみたいな。皆さんこんばんは。ここ最近私の部屋の中がめちゃめちゃ臭くなっていて、なんだろうなと思ってテーブルの下を覗いてみたら、1ヶ月前に出前で食べた寿司のトレイが放置されてありました。元男の子のアクカノンです。なんかカビ生えてたんですよね。ほんと速攻捨てました。で、今回はですね、タイトルにもあります通り、 YouTuber だったら最も答えたくない質問をですね、ちょいちょい私の Twitter に設置している質問箱にいただくんで、それをもう書き集めたので、本日はですね、ぶっこんでいきますよ。タイトルはこちら、誰も答えたくないであろう質問8つを答えていくです。で、今日答える内容も出しちゃいますよ。 もったいぶんの嫌なんで、はい、ここにこの8つですね、この順番に答えていきますよ。なるべく P ない方がいいんですけども、相手方に目をかける場合は P で、分かるようにヒントを与えながら答えていくんで、よろしくお願いします。行ってみます。まず1つ目、芸能人は誰と友達？以前私が冒頭の挨拶でホテルに連れ込まれそうになったみたいな言ったじゃないですか。まあ、その方が一番私が接した芸能人は有名人ですね。中でプライベートで接近した人なんですけども、その方なんて、ヒント、今あれですよ、全然接点ないですけども、ご当地ゆるキャラのうーんのむんにめっちゃ似てるみたいな言われてた人で有名ですよね。なんか前その方に対して、私そのホテルに連れて行かれそうになったんですよみたいな感じでしか言ってないから、多分みんなの中ではちょっとあまりいい印象を抱いてないと思うんですけども、ちゃんと私の真面目なことも相談乗ってくれたりとか、いろいろお世話になった方なんですよ。なのでなんか全てがやべえみたいな、そういうんじゃないですよ。ただ一緒にこうやってしゃぶしゃぶ、こう美味しいねみたいな感じで恵比寿でペラペラ食べてたら、あ、ペラペラじゃない、痛い、ちょっと待って、痛い、今の赤くなってんじゃん。あ、てか今日もあれですよ、私アイプツしてないですからね。マジで、いつかね、その方と YouTube コラボできれば最高なんですけどね。なんであの時私をホテルに誘おうと思ったんですかって、ね、聞きたいですね。じゃあ次の質問いきます。年収はのことなんですけども、私以前もちょろっと言ったと思いますけども、ズバリ青木かのんさんの年収は、このまま行けば半から半ぐらいの間になるんじゃないかなと、予測してます。ただちょっと私お金のことはあんま詳しくないんですけども、撮影費とかさ、編集マンとかいろんなメンバーとかに払ってるお金もそっから引かれるわけですよ。なのでトータル私に入ってくるお金は余ったお金ってことですよね。で、余ったお金って言っても、それは後で言うか、最高月収の時に言おうか。それは3つ目、アップル製品は何台使っている？私が今使ってるのは、この今使ってるカメラ iPhone11 Pro、 これ iPhone で撮ってるんですよ。なんだろう、 iPhone のその手軽さをすごい私は中毒になりましてですね、外出先でもパッて撮ってさ、すぐパッてさ、データで送れるじゃないですか。これってめちゃめちゃ便利だし、しかも YouTube ってこういうちっちゃい iPhone とかの画面で見る人が大半じゃないですか。なので別に画質そんなにめちゃめちゃこだわらなくてもいいんじゃないかって。どんなにいいこんなね、でっかいカメラでも 4K 撮ったとしても、見るのはみんな大体こんなちっちゃい画面ですからね。だから iPhone でいいなと思って。あとはプライベート用のスマホが iPhone11 Pro Max、 撮影の時は基本的に、まあ、タブレットで台本読みながらやったりとか、フリースタイルでペラペラ喋ることもできるけども、私は手元にこうやって用意しながら喋った方がいいと思って、プライベート兼台本読む用のiPhone ですね。あとは iPad Pro、 仕事用の事務作業とか、あとは YouTube のこのなんか編集作業用とかの、まあ、パソコン的な用途で使うのが iPad Pro 1台。やっぱり画面大きいから仕事以外でも iPad 使いたくなるんですよ。で、寝転がりながらこうやって iPad こうやって見て YouTube とか、でかい画面でうわ楽しいなってなんですけど、だんだんと重たくて、もう1キロ近くあるもんですから、全てのケースとか装備したら。なので私はサブ機でこうやってこれ1年ぐらい前に買ったやつなんですよね。動画では出してないんですけども、1年前に買った iPad がこれサブ機です。これめっちゃちっちゃい iPad mini です。なので、まあ、考えようによってはなんか無駄みたいな思われちゃうかもしれないんですけども、これで私今すごい効率よく活動できてます。なんか計4台ですね。ちょっと待って、
なんかね、暑っ。なんか暖房消せないんだよな、こう今ちょっと。私今ここどこで撮ってるか分かりますか？秘密ですよ、それは。知れないよ。ここは私のあの、青木カノンキャッスルですから。羊。あ、違う。羊、飲み物持ってきて。4つ目、最近のマイブームは、マイブームはですね、あの、ウーバーイーツなんですよ。こうやってなんか電話したりして、この商品、この ピザとか、あの、サイドメニューなんちゃらかんちゃらお願いします。めんどくさくない。あの、もうスマホだけピッてやればすぐに持ってきてくれるみたいな。新しい出前のサービスですよね。で、YouTuber ってなんか1週間、ウーバーイーツ生活とかやってるじゃないですか。私も、あの、プライベートでやってますね。1週間 Uber Eats で31を毎朝食べる生活みたいな、あの、1人でやってました。で、さすがに糖質取りすぎだなみたいな、ちょっと体に異変を感じ始めたんですよ。あれ、普段こんな疲れないのになんでこんなに疲れるんだろうなと思ったら、なんか糖質めっちゃ取りすぎだからなんかなってるみたいですね。なんで、あの、やめました。皆さんもじゃあ気をつけてください。5つ目、最高月収は、さっきのその話の続きですよね。年収の最高月収は YouTube のやつですよね。だと1万円ぐらい。ただそこからあの事務所とかにもいろいろ引かれたりとかするんですけども、 YouTube だけだとこんぐらい、まあ、コンスタントで言うとだいたい7桁以上はいただいてます。その中から YouTube の動画の制作費とか編集マンさんにお支払いしたりとか、なので手元に残るお金って言ったらもうみんなの想像通りですよ。そんな私は使ってないですよ。ってこうやってなんか好感度みたいな、こうやって狙うと逆に叩かれるから、いや、もらってますよ、それなりに。あ、この次の質問もあれですね、6個目。しょっちゅう来る双子の弟は今何してんのってことなんですけども、以前私あの弟動画に出てもらったんですけども、弟は弟で今あの活動いろいろやってます。ただ動画に今出れないっていうことですね。で、なんかかのんちゃんあれでしょ、ネタでしょみたいな、ネタでやってんでしょみたいな、一人二役でみたいな、なんか寒いよみたいな。いや、待っててくださいよ、ちょっと待ってて。あの、私たちもいろいろとあるんですよ。一時で私は寒いこととかは YouTube 活動上今までやったことないですよ。ドカンガドッカーン。これ何なんだろう。次の質問、好きな体位はみたいな、こういうの興味あるんですか。前回ぐらいかな、前回の動画見てない方に向けてもう一回ここでもあえて言っておきますけども、私は今の付き合っている彼氏と一度しか営みをしたことないですし、両所の上付き合ってるって感じで、で、あれですよね、好きな体、まあ、体っていうか、まあ、その彼氏とした時のは服を着たまんまやるっていうことです。服を着てれば何でもいいです。ちょっと照れちゃうんですよ。最後の質問でございます。今までお金がかかった企画はとのことです。一番ってことですよね。それは以前公開したかさぶたの私っていうミュージックビデオが一番お金がかかってます。あの動画出すためにはレコーディングもかかるし、スタジオで MV を作るための技術さんとか、いろんなカメラマンとかいろんな人もお金かかるし、ヘアメイクの人とかも、まあトータルでめちゃめちゃお金かかるわけですよ。ただもっと私よりも規模がでかい YouTuber さんからしたら安いと思われるかもしれないですけども、私動画一本にあれが初めて多分50万円以上かかってますね。多分他の YouTuber からしたら別に普通じゃないみたいな、なんか思われちゃうから、なんか恥ずかしくてあんまり言いたくないんですけども、平均的に1本動画に毎回かけるお金でも伝えといた方がいいですよね。1本動画を作る時にかかってる予算は平均的に2万円から3万円です。3、いかがだったでしょうか。なんか生々しいねみたいな、ちょっと引いちゃったみたいな感じで言う方いらっしゃるかもしれないんですよ。まあ視聴者側からしたらね、別にこんな裏のお金のこととか聞きたくない人もいっぱいいるだろうし、でもな、タイトルにも一応書いてあるから見て文句を言うのは違うと思うからな。なので問答無用にグッドボタン押してくれよな。自分のキャラが最近よく分かんなくなってきた。
まあ、少しでも楽しい動画を作ることが私の、モットーなので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。応援よろしくお願いします。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。